はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、100円均についていろいろ買ってきましたんでご紹介いたしますね。にゃんこ手袋、材質はポリエステル、サイズは 20cm×16.5cm、 滑り止めではありません。中はこんな感じです。ちょっとね、手の大きい人にはきついかもわかりませんね。マルチペンチ、ホビー用。材質はステンレススチール、ポリプロピレン、バネが焼き入れ粉。大きさは約 3.8cm、縦が 12.9cm。 この先端が掴むとかね、曲げるときに使いますね。この部分が針金なんかをね、切断するときに使います。精密細工ヤスリ、商品があるのかないのかわからないぐらいのね、細さです。直径が約 0.8mm、 全長が 10cm。 細かい作業にね、重宝しますね。まあこういう感じのところでしょうかね。炭素鋼に工業用ダイヤモンドがね、散りばめられてますね。車のリレーアタック防止キーケース、大きさは幅が 10cm、 高さが 13.5cm。 材質は表面がナイロン、中がアルミのシート。ディスプレイウォールラック、本体と取り付け用のビスが付いてます。材質はポリスチレンとスチール、耐荷重は約 600g、 大きさは幅が 25cm、 奥行きが 6cm、 この高さが 2.5cm。 この小さいビスと、あと画びょうみたいなのがね、付いてました。こんな感じですね、壁にね。ネックピロー、これセリアではね、100円で売られてますけど、ダイソーの300円商品とほぼ同じですね。材質は生地がポリエステルが 93%、 ポリウレタンが 7%、 中身の材料がポリスチレン、寸法は 26×28cm。 白いね、あの発泡スチロールのあの粒々の入ったやつですね、これはね。こちらはダイソーの商品になります。低反発ネックピローということでね、低反発材を使ったネックピローになります。400円商品になります。先ほどのがサイズが 26cm×28cm でしたが、こちらは 28cm×28cm。 生地がポリエステルが 100%、 中身が低反発ポリウレタンフォーム。
本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。